ここで、ここはフィールド。4×4 のマスで成り立っているよ。さあ、かかってきなさい。身の程を知らない。王冠マークがあるのは君主カード。水滴の数字はそのカードの HP を表しているよ。君主の HP が0になるとバトルは失敗。剣の数字はそのか君主の攻撃力のデフォルトは0。これはデッキだよ。ターン開始時、デッキから自動的に1枚のカードが引かれるよ。これは手札。どのバトルでも君主カードを先に出さないといけないの。君主をフィールド上に出そう。フィールド上の青マークは味方ユニット。フィールド上の赤マークは敵ユニット。手札をフィールド上に出そう。忘れるところだった。カードを出すと AP を消費。これは AP。君主以外のカードをフィールド上に出す。四角の数字はそのか。もう一度手札をフィールド上に出そう。今出したのはヒーローカード。このターンで出したヒーローは1ターン後に行動できるよ。 AP が切れてしまったからこのターンを終了しよう。フィールド上のユニットは毎ターン1回の移動と1回の攻撃ができるよ。フィールド上のヒーローをドラッグして移動しよう。フィールド上のヒーローをドラッグして攻撃しよう。ヒーローカードと君主カードは君主を移動しよう。 AP はターンごとに1ポイント追加されて最高で10ポイント貯まるよ。今2ポイントの AP を持っているから、手札にあるリリスを出そう。コスト2のヒーローじゃ何も怖くないわ。私がもっとコストの高いヒーローか。相手のヒーローカードが強いけど忘れないで、君主を倒すことこそが。どうバトルするか分かったかな。敵の君主を攻撃。負けた。そんな。勝ったよ。おめでとう。月はパトリシアを倒したんだって。でも俺、しまった。このまま黙って死を待つしか。強力な SSR カード、まだチャンス。手札やフィールド上でカードを長押しするとカードのスキル説明を見ることができるよ。手札を長押ししてスキル効果を見よう。ドローした。君を傷つけたくはないんだ。諦めてくれ。私は恐れないわ。さあ行くわよ。カインを移動させてスキルを。くっそー。悪魔たちのためなら絶対に負けないぞ。なんですって。カインの攻撃ルートが寸断されてしまったわ。諦めないで、まだドローできるよ。どうすればいいか。毎ターン1回 AP を消費してドローできるよ。初回は
2AP 消費。1回ごとに 2AP ずつ増えるよ。デッキを上にスワイプしてドローしよう。魔法カードだ。このマークがあるのは魔法カード。魔法カードは出した直後に効果が発動する。魔法カードを長押しでスキルを見、危うい状況だったけど、どう、大陣を出して敵のアヒを消滅させよう。カインを移動させて敵の君主に近づこう。敵の君主を攻撃。あら、フィールド上に何かおかしなものがあるわ。さすが観察力があるね。相手が置いたのはセットカード。手札はセットカードとして出すことができるよ。セットカードを出した後、そのターンは操作することはできないよ。セットカードはフィールド上で裏面で置かれるの。セットカードはスキルが発動しないよ。私たちも試してみよう。手札にあるバーバーヤーガを出そう。手札にある、セットカードは敵を惑わせる、一部のスキル効果から逃れるの2つの効果があるの。守りや策略展開に大きな効果をもたらすよ。セットを使いこなすのはバトルする上でとても重要なの。的確な判断をすると有利になるから、今後のバトルで一つずつ学んでいこう。表向きのカードは全部消滅しちゃったけど、セットカードは影響を受けていないでしょ。これこそがさっき言ったスキル、ただし注意、セットカードに対して、ち、自分でセットカードを使うのは面白いけど、2枚のセットカード攻撃を受けるとフリップし、でも敵を惑わせることには成功したね。2枚のセットカードのうちステータスが高いヒーローを攻撃したから、自分攻撃力4のエノクが足止めされた。敵の君主を攻撃できれば勝ちだよ。こんな時は大胆に一丁、敵のセットカードをひっくり返してチェックしよう。セットカードも移動することができるよ。セットカードをタップして選択、もう一度タップするとフリップで、セットカードをフリップするには 1AP、 セットカードをドラッグして移動しよう。セットカードを選択して敵のセットカードに攻撃。違う、エノクを移動しよう。エノクを使い、
We'll be right back.